AKB に入ってから初めてなのかな多分。なので幸せでした。すごくオンデマンドで見てました。ありがとうございます。まだ自分で見てないから映りとか大丈夫だったかなってちょっと怖いんですけど、なんかすごい卒業公演前にいろんなこと考えちゃったりして、結構ねそれがストレスになったのかもわかんないんだけど、ニキビがめっちゃ増えちゃって、ちょっとフィルターかかってるからわかんないと思うんだけど、配信で多分ねニキビが映ってたのかなって思う。ちょっと悔しいんですけど、コンディションはでも頑張って整えたつもりだったんですけどね、ニキビばっかりはしょうがなかった。そうドレスも卒業公演のためにおしゃれカンパニーさんが作っていただいて、作ってくれてすごい素敵なドレスで嬉しかった。推してた期間幸せだってよ、嬉しいね。ずっと前から応援してくれて嬉しかった。本当に今後のことはまだ分からないし、分からないんですけど、そうですね、ツイッターインスタにさっきも投稿したんですけど、自分の過ちにけじめをつけようって決めて卒業しました。衣装はもらえるの？もらえないですね。もらえないですけど、でも結構あのオリジナルドレスだったので、みんな卒業するときはどうしてるんですかね、あれは気になる。紙写真ももらえなかったです。取り外してもらえるんですかって聞いたけど、もらえないみたいで、なんか卒業公演でいろいろねすごい考えてて、もっと話題になることを言おうかなとか、ちょっと自分らしくやばいことを言おうかなとか、それも考えてメモしてたんですけど、でも最後の最後までそうやってヘラヘラしちゃいけないなって思って、めちゃくちゃ真面目にしたんですよ。もう一個も笑う要素がないくらい、もう最後ですみたいな感じにしたから、ちょっと話題性なすぎましたね逆に。大丈夫でした？話題性ないけど、話題性なかったし、ちょっとなんか面白いとこがないからつまんなかったらごめんなさいってすごい思ったんだけど、でもヘラヘラしてるよりはいいかなって思って、たまにはっていうか最後はしっかりしようって思って、これからまだ分かんないんです、すごい聞かれるんですけどね。壁写真宮里りらちゃんはもらってた？そうなの？嘘、もらってたの？なんかくれなかった？変なこと言わない方がいい。そう、変なことは言わないでおこうって思って、私のインスタ読みましたか？2つ投稿したんですけど、そうぜひちょっとね長文を書いたんですよ、ちょっとだけ長文みたいな、そんなにすごい長いわけじゃないんですけど書いてきたので読んでいただけたら嬉しいです。ツイッターも投稿したので、ぜひ最後の最後って言ったら寂しいんですけど、 AKB 最後のいいねとリツイートをよろしくお願いします。え、壁写真欲しかった、みんなもらってるんだ、ちょっと言ってみようかな。そう、うん、先輩が気になる、でも多分ね、さしていただけると思います。大丈夫だったかな卒業公演、すっごい緊張しすぎて、なんか結構前の自分の公演とか見ると声量がないなって思って、だからちょっと声量を意識して大きな声で歌おうと思ったら、もうリズムなんていうの、音が聞こえなくって、音楽が音が聞こえなくなっちゃって、あれ合ってるかなリズムっていうとこが何箇所かあって、まあでもここで反省しても次につなげられないから、すごいね、あんまり反省してること言ってもあれなんですけど、ゆうかりんの壁写真はスタッフが美味しくいただきましたって、やめてよ。やめてよ。でもどうするんだろうね、あれいらないなら欲しいんですけどね、思い出として。そう、ワルキーのとこめちゃくちゃ悔しかった、あれずれしたよね。なんか今更言ってもなんかあれなんですけど、でも結構こういうのは反省しちゃうんですよね、なんか良かったことよりも反省点ばっか気にしちゃうけど、でも最後だからあんま反省よりかは思い出の方が重視したいと思ったけど無理ですね。反省点ばっかですね。
でもすごいね、嬉しかった。なんか VTR 流れてたんだけど、最後に VTR って本当に本人気づかないものなんだって思って、結構さ他の人のあかりんさんとかランディさんもあったっけ、 VTR 手紙だっけとか、結構ね他の人の VTR は撮ってたんだけど、こんなに気づかないもんなんだって。しかもすごい感動したのが、福留と電話してたの、電話してた日のなんかビデオ通話してたんだけど、その時と同じ格好をしてその VTR のビデオを撮ってたから、えこのあと私のためにさて VTR 撮ったのにサプライズでちゃんと言わないでくれてたんだって思って、いやすごいなって思った。福留はすごいね、口が固くてずっと信頼してるんだけど、まさか私にもそうやってちゃんと言わないでおくことができるなんて感動しましたなんて言ったらいいかあれなんですけど、そうですね。でも本当にもっとね同期に会いたかった、メンバーにも会いたかった。ショールームって多分明日で消えちゃうんだよね、ショールームとメールは消えちゃうんですよね確か。同期はあと4人ですね、外から祈っちゃうんですけど、4人の活躍をこれからも見守っていきます。後ろの塩が見えないそう塩ね、どこやったっけ、あそう、この間ミネストローネ作った時に塩使ったからちょっと今ないんですよ手元にちょっと遠くに置いちゃった。これからは自炊もねちゃんとしていきたいなって思って、もう21歳なのでそろそろ料理とかも作れないとやばくなってくるので、今まではまだ若いからって甘えてたけど頑張ります。おばめは明日まで、明日までです、明日の10時までなので明日ゆっくり送りたいと思います。なんか写真がめっちゃあるんですよ、めっちゃ撮ったの写真、どこにどうやって載せようって思ってすごい悩んでて、まだ多分 3,4 枚ぐらいしか使えてなくて100枚以上あるからやばい、もうちょっとね載せていこうかなって思ってます。でもショールーム作り直さないかもしれないです、アカウント。だからもし配信まあするかわかんないんですけど、するとなったらインスタライブとか TikTok ライブとかの方になると思うので、そちらのフォローをまあまだわかんないですけどね、使っていくかは。けどショールームとメールは絶対明日消えちゃうっていうのだけは分かっていることです。一旦未定ですね、ここで終了っていう形でけじめをつけます。またお話できたら嬉しいね、またちゃんとね、てか普通に握手会したいね、絶対もう分かんないできないさそうだけど、もっと握手会したかったってのが本当に心残りです。卒業してもずっと好きだから嬉しい、ありがとう。私も今日来てくれた人のこととか絶対に忘れません。結構さなんか昔から応援してくれてた人とか来ててちょっと感動しちゃった。お見送りの時に一人一人目を見た、あお姉ちゃんから LINE が目を見た時になんかいろんな思いが込み上げてきました。今日のお洋服落ち着いた感じでいいね、本当今日はねシンプルな着やすいワンピース1枚でポンって着れるからこれにした本当に感動した、嬉しかった。お姉ちゃんに会った人いる？さすがにいないかな、結構ね前ら辺で見てたんだけどね。赤いドレス似合ってた、嬉しい。そうめっちゃ迷ったの、ペンライトピンクって言ったのに赤にしちゃったって後から思ったんだよね
エイトに入ってどうだった？そうですね、エイトのメンバーは最初はすごいやっぱ先輩たちばっかだし、自分から話しかけてもいいか分からなくて、本当は人見知りだって、ま、言い訳なんですけど、本当は人見知りなのに結構なんか態度悪いっていう風に見られてたかもしれなくて、それがすごいなんかどうしようってのはあって、最初はだけど、こうしてなんか真面目学園だったりとかライブだったり何かあるたびにいろんなメンバーと仲良くなれたのがすごい嬉しかったです。今日もあのゆうなちゃんとあやねちゃんとまりあちゃんとみゆさんが来てくれて、この4人は本当に大好きで結構関わりが深かった先輩なんですけど、これからもねずっと応援してるし、またいつか会えたらなって思ってます、見守ってます。なんか応援してるって言うとすごい上からみたいになっちゃう気がして、なんか嫌なんですけど、活躍を楽しみにチェックしてます、外からになりますが。地元民としてこれからの活躍活動に期待しています、ありがとうございます。そうですね、静岡ね、静岡でももっとイベントしたかったなってのもあります。最初からショールームを使いこなしてた、本当に。そうでも SNS はすごい好きなので、好き、楽しかったです。 SNS 更新するの優しかったメンバーに恩返しして、もちろんみんなの卒業公演も見に行きたいし、何か恩返しできることがあったらしたいんですけど、思いつかないんですよね。何か恩返しできる時が来たら全力でしたいと思います。まだギリギリ攻めてほしかったそうですね、ギリギリは一歩間違えたらアウトになってしまうので難しいですね。755やってますか？755やってないです。これから使っていく、残っている SNS は Twitter とインスタと TikTok だけになるのかな。そうですね、半分になりましたね。メールとショールームと755がなくなったのでね、たくさん本当に AKB には迷惑ばっかかけて怒られたことも多かったし、多分同期で一番ね、その時怒られたんじゃないかってくらい、でも結構マネージャーさんたちは困ってたと思いますでも本当に大人数だからこそ埋もれちゃいけないんだなとか、目立たなきゃダメだって思うことが多くて、結構必死になってたこともありました。ゆうなちゃんといつまでも仲良くしてほしいね。本当に私はいつまでも仲良くしたいと思ってるよ。本当に心の底からいい人って感じだし、本当にいい子なので、何か次は私が助けられることがあれば助けられたらいいなって思います。メンバーからはね、怒られてないかな、わかんないけど、あの、その怒鳴ってきたりとかしてくる方はもちろんいなかったですよ。そう、コロナ丸かぶりだったんですよ。入ったのが、まあ、9月のオーディションで、9月23日だったんですよ、オーディションの最終が。ちょうど2年前ぐらいですね。で10月14日にお披露目して、で10月はね、お披露目して何したか、握手会とか、11月もね撮影したり、12月もコンサートのレッスンしたり、1月はグラビアやったり、ティントリップ結成したり、2月は公演、16人の雫公演のレッスンして、そっからですよ、コロナになっちゃって、コロナがね流行っちゃって、まるまる1年半ぐらいコロナだったんですけど、それでも配信とかでまだ活動はできてたけど、やり残したことはもちろん正直あります。
けど楽しかったです。2年間全部覚えてますよ。お仕事内容ほとんど一つも欠けずに覚えてます。何かこれこれこうだったよねって言われたことも全部覚えて、まあ 2年だからね、そんな長くないからかもしれないけど、そう楽しかった、幸せでした。多分ね、このこうやって AKB にいたっていうことは絶対一生忘れないし、すごく大切に、なんて言うんだろう、宝物です。私のうちは喜んでくれてよかった、嬉しい。うちはうちはね、本当にね、なんか今までで一番自分のうちわを見た日だったので、それも嬉しくて、ペンライトもピンクにしててくれたのもすごい嬉しくて、最初から隣のバナナからもう泣きそうでした。ミラーボールありがとうございます。去年のリクアマでユーカリンを初めて生で見た。去年、そっか、もう1年以上前だもんね。シアさんありがとうございます。なんかギフトがさ反映されないからちょっとたまにはギフトも読もう。ビールマン、クマありがとう、嬉しい。いつもツイッターもありがとう。あとなんだろうな、ジェイさんありがとう、ギフト。ナオチンさんありがとう、サトシックスさんありがとう、ありがとう、さくらさんありがとう、嬉しいです。いろんなことがあって振り回したこともあったんですけど、そうですね、なんて、なんか語彙力がなすぎてちょっとまとめられないんですけど、あ、ミラーボール、秋風さんありがとう、ヨシタンさんありがとう、あ、ギフト。大森真帆ちゃんと仲良くしてくれてありがとう。こちらこそ、もっとね話したくて、最後に話したのは多分あの舞台挨拶の時かな、に会えて話してよかったです。最近はあんま会えなかったのでね。でも私未だに今ほっぴょんさんのショールームのうさぎのアバター使ってますよずっとあれでした、 AKB にいる時はお世話になりましたフ17期生として再加入してやり直そう。17期ね、いつ募集するんですかねそしたら今の同期が先輩になりますね。寂しいよね。舞台挨拶がユーカリに会えた最後だ。本当に、そっか、でも会えてよかった。本当に会える機会が少なかったので、もう私もなん触れていいか分かんなかったので、今まで言ってこなかったけど最後だからまあ言うと、もともと違うアイドル活動をしていて、まあ知ってる方がほとんどだと思うし全員知ってると思うんだけど、あ、タワーごめんなさい、タワーありがとうございます。ひでちゃん嬉しい。私さ、あれ買ったんだけどさ、待って、タワーはさちゃんと書いていい？よいしょ、ちょっと待ってね。え、待って、ペンがないわ、やばい。ペン、あれ知ってますか？100均に売ってるさ、やつ、なんか書いて消せるやつ。これさ、前におみずきと遊んだ頃にさ、痛みに負けるな頑張れユーカリンっていうちょっとこれまだ消してなかった。ここポチッとそこ消えるんですよ、すごいよねこれ。ってことでちょっとタワーをね、久々に、ひでちゃん、え、知ってる？本当？有名なのこれ？そうなんだ。ちょっとメモをね書こうと思ったけど、あんまりメモすることって人生ないなって思って、やっと使い道が
ある。タワー相変わらず下手ですが、え、これめっちゃ書きやすいね。ちょっと字あんま上手くないけど、な、何書こう。最後くらいはごめんね、字が汚くて。ありがとう。見てるかな、ひでちゃん。ありがとう。そう。それでね、なんかビラ配ってた頃もあったし、全然自分のファンが一人もいないライブも経験したことあったし、だからそのファンの人が見てくれるっていう、来てくれたり応援してくれるっていうのは本当に当たり前じゃないんだなっていうことはすごい人一倍分かってたつもりでした。なんかこうやって言っても多分なんか口だけだなみたいな思うと思うんですけど、裏切った行為があったから、まあ、そう思われても当然なんですけど、でも本当に応援してくださって嬉しかったです。そう、でも AKB もそのもう15年前とかになっちゃうけど、ビラ配ってたりする映像見たことあるし、まあ、私は有名になってその AKB の名前が出てから入ったから、その時のね、もう一期生とかの方の努力は経験してこなかったけど、みんな努力してるんだなと。だからすごい嬉しいです。こうやって応援してくれることが当たり前じゃないっていうのがすごい感じるので、語彙力ないですね本当に。そう、あとはね、オーディションで、AKBのオーディションで私のことを撮ってくれた人にもすごく感謝していて、その方と実際ちゃんとお話しすることはこの2年間1回もほとんど多分なくて、まあ、たまに会って挨拶することはあって、でも他のスタッフさんからあの人が撮ってくれたんだよってのを聞いていて、まあ、伝わるか分かんないし名前言っていいか分かんないんですけど、まあ、届きますようにって感じで話すと、あのみんなやっぱ私みたいな危険な香りがする人は撮らないじゃないですか、わかんないけど。だけど、まあ、よくいい意味で AKB をかき乱す、なんていうんですかね、かき乱す感じで撮ってもいいんじゃないかって言ってくれた方が一人いて、その方のおかげで多分こうして AKB として活動できたと思うので本当に感謝しています。でもね、期待に応えられなくてごめんなさい。もうちょっとね、期待に応えて、いい感じにかき乱してもっと盛り上げられたらよかったんですけどね。あんまり過去の話するとさ、本音で喋ったりすると泣いちゃうの分かる人いませんか？私だけなのかな、なんか本音で話すとさ泣いちゃうんだよね。なんかなんだろう、アイドルはもうやんないと思うんですけど、だけどね、だけどなんて言うんだろう。だけど何ちょっとわかんないよ。ゆうかりんは AKB に必要な存在です。そう言ってもらえて嬉しいです本当に。でも昔から本当に協調性がなくて、部活とかもなんか協調性がなくて、一人だけ外周走るの遅かったりとか、なんか一人が好きっていうわけじゃないんだけど、でもやっぱ競技になると一人が好き。例えばテニスとかだったらダブルスよりもシングルスの方が好きとか、団体戦より個人戦の方が好きとか、結構ね、一人で戦うことの方が好きだったのに、こうやって仲間ができてグループとしてチームとして活動できて、多分今後また来るか分かんないですけど、こ
やってできたのは本当に多分初めてなんじゃないかってくらい、そうだから一生の思い出です。協調性本当にないんですよね。団体行動苦手です。だから学校とかでも結構二人ぼっちみたいな、一人だけ仲いい人を作ってもうおとなしく生きてきました。人生の財産ですよ本当に。本当にいい経験しました。じゃあお絵かきしよう何かこう急に私といえばなんだろうな、なんかさ、あの活動復帰してから結構さ、どんなキャラでいればいいんだろうって悩んだ時が多くて、あクイズいいね、じゃあクイズにしよう。なんかそれも分からなくて占いとかに来たんですよ。結構占い通ってて、占い通ってて本当メンタル弱い人ですよね多分、私がもうその典型的なあれなんですけど、占い通った時になんかあなたは明らかんとしてた方がいいよみたいな言われて、だから開き直っていればきっと大丈夫だよって言われて、それも鵜呑みにしてて結構開き直ってるみたいな感じだったんですよ。なんかなるほどって思って、だけどよく考えたらそれもダメだってすごい気づかされて、じゃじゃん、なんでしょうこれでちょっと分かりやすいかも。手相占いじゃないですよ、なんかタロットとかカードみたいなやつ。え、分かる？お、正解、ライオンこれでもちょっとさ、うまいかもしんない、これは当たりやすい、正解です、ライオンですちょっと難しいやついいですか？難しいってか、ま、下手なやつ。なんか友達が書いてすごい書きたくなった。あ、これ絶対当たんないな待って体わかんないや、これちょっと当たったらすごいよ、賞金10万円ぐらい出るんじゃないかってくらいすごい。お絵かき上達した？うっそ、それはないでしょ、だって練習してないもん暇の時にちょっと書くぐらい。え、これちょっと当たる人いないかな。牛サイ違う、ムーミン違う、ゆかりん来たありがとう、馬違う。え、待って、これガチ正解いないなんか楽しいね、小豆じゃないよ、ちょっといたらごめんね。猫違う、カバ違う、スヌーピー違う、馬違う、ミッキーマウス違う、緑虫違う、秋元康違う、ロバ違う、犬違う。ヒント、ヒントは、まあ、いたら嫌ですね、うみたいななる。ヘビ違う、シマウマ違う、ユナちゃんじゃないマジでこれユナちゃんだったらもう悪口でしょ未確認、うん、全然絶対人間見たことありますよ、まあ、あんまいないかな。大ヒント言うと渋谷によくいるね、ゴキブリじゃないゴキブリでさ星になっちゃうやつなのあり違う、なんて泣く、あ、でもこれやったらバレちゃうかも。猿違う、馬違う、あ、ネズミ正解、ネズミですこれネズミ、え、なんか友達が絵うまい友達いるんだけど、ネズミを描いてたんですよ、ネズミの横顔みたいな。それ見てね、私も結構何回か練習してこんな感じだった、横顔、ネズミの横顔。あ、尻尾がないのがあれ、なんか確かに尻尾つけてたらネズミだわ、尻尾でした、そこだけだね。惜しい、七瀬かと思った、どういうことちょっとみんな大喜利じゃないよ、レベルが高い。でもせっかくだからさ、最後にエイトくん書いて終わろうかなエイトくん書いて、今日はねお姉ちゃんとこの後あのプチパーティー、パーティーっていうか卒業のお祝いを一緒に祝うので、祝うってか、だからね
軽くご飯食べます。今日全然ご飯食べてない気がする。ケーキ食べたんですよ、謎に。お昼時間あったのでケーキ食べて、あと結構差し入れいただいたんだけど、プリンとかパンとか何も食べてなくて全部持ち帰ったので、これから食べたいと思います。そう、ちょっと今からねご飯を食べる。あ、だってエイト君見て書きたいな。ちょっとないかな、エイト君。ちょっと待って、なんかエイト君ってどんなんだ。わかるよ、わかるんだけどさ、わかるんだけど、これ上達してなかったらやばいよね。いやー怖いな。最後ぐらいねちゃんと書いた方がいいですよね。合ってるかな。ちょっと待って、思い出せない。目普通の丸だっけ。普通の丸ってこと、カニングダメ厳しい。できた。覚えてますよ、結構ね。いいとこ見てるから。あ、待って、体にさしましま入ってたよね。でも上達は絶対した、昔のいいとこに比べたら。リンリンに怒られるよいやでも上達したから、スコア見ていただけたら。じゃじゃん。うまくない？どう？私の昔のいいとこなって見たことある人いますか？ T シャツにも一回なったんだけどさ、どうですかお、上手、嬉しい。うまい？嬉しい。ちょっと最後に見えるかな。どう？スクショできた？上手くなったかもしれない。でも上手くはなったでしょ。そのみんなと比べたら下手なのは、もう絵心がないのは仕方ない。でも思ってたより良かった、そう言われたらもう勝ちです。何の勝ちか分かんないけど。ムカデはひどい。ムカデじゃないよ、ハチだよ、ちゃんと。口が分かんなかった。口、これ普通の人間の口かな。中途半端にうまい、うまいって言われたの初めてかもしれない。嬉しい。あの T シャツ買っちゃった本当、着る機会あるか分かんないけど、いつか使ってください。飾っても着てもゾウリムシはひどい。ということで、そろそろ。でもなんか寂しいね、終わるの。今日で最後かな、ショールーム。しかも何も告知もせずに急に配信したからね。で、触覚ない方がさ顔大きく見えるかな、良くない？どうなんだろう。なんか顔が台形に見える気がする。ここしっかり縛りすぎたかな。この角度が自分的には一番好きだったんですよね、ちょっと左の自分の好きな角度ってマジで分かんないよね。楽しかったです何を喋ろう。なんか今日もさ、言い残したことはないって振られたけど、思いつかないな。結構喋った気がする。謝罪ばっかりでちょっと気まずくなっちゃった。気まずくして申し訳なかったけど、一番はでもやっぱ謝罪したかったので言えてよかったです。今までありがとう。こちらこそ本当に今までありがとう。本当に本当にもうどんだけ感謝しても伝わってるか分かんないけど、本当に幸せでした。恵まれていて幸せだと分かっているっていう歌詞が心にすごい刺さります。あ、せっかくだからカラオケしたいね。ちょっと今日さ、私は私をさミスったの。ちょっとリズム間違えたと思って、あのちょっとミスってすごい悔しくて、最後私は私を歌ってランキング読んで終わりたいと思いますね。これカラオケそんなできるんだっけ。ということでリベンジしていいか分かんないけどね。カラオケ、あ、カラオケがない。嘘、あ、これか。リバーブってなんだろう。リバーブって何。入ってるかな。入ってる、はい、入ってる。
ないじゃん、マジ嘘。あ、いつもとか待って、私は私入ってないんだけど、どうしよう、どうするどうするどうする、嘘、入れてよ、私は私、マジ、じゃあ10年桜にしよう。せっかくだし、せっかく今日歌ってない曲にしようかな。何がいいかな、何がいいんだろう。あ、音こもってる、そっか、マイクこれつけたんだ、忘れてた。ごめんなさい、忘れてました。私は私なかった、絶対月と水鏡もない気がする。じゃあ47にしよっか。せっかくだしね、47の素敵な街へ歌ってお別れしたいと思います。はい、あれ、これどうやってさ開始する、なんてカラオケめっちゃ久々だ、やり方忘れちゃった。応援してくれて嬉しかったです。あ、おっと切れたエコーが。ということで皆さん、ショールームも来ていただいてありがとうございました。今まで本当にありがとうございました。皆さんお幸せに、また会う日まで、バイバイ、ありがとう、大好き、世界で一番愛してるよ。寂しいね、切るのが、本当にありがとう、またね、またねって言ってもわかんないですけど、またいつか会える日まで、バイバイ。